これはね、チュートリアルってやつを。背景を選ぼう。背景ってのは、ここにあるんだよね。だから、すごくわかりにくいんだけど、まあ。Let's choose an object to bounce around. I'll pick this ball. で、もう一つは、オブジェクトってスプライト。でクリックすると右に15ずつ動いてて、フォーレバーってのは無限にループで、これしょうがないから端っこで半、そうそうそう、でこれ45度、これフォーレバーの角度じゃなくて、ところじゃなくて、このループの外側にこれつけてるからうまくいくんだけど、まあもうそろそろ45度に動き始める。クリックする、旗をクリックすると動くっていうイベント。で次パドル、まあ、でパドルのところはまだやっていなくてですね、いたずらしたのはこれチュートリアル見て、まあやってみて、背景はまずこれじゃなくて、ああどうかいっちゃったこれ空のやつ選んで、それからオブジェクトはこれ、猫ちゃんはもういたんで、これ消してもいいんだけど、見えなくしても。可愛いからいてもいいや、みたいな。で、動きなんだけど、これ今猫ちゃんだね。これ。最初にやってたのが、これ関係なくて、これも、15度回すってぐるぐる回っちゃう。回っても意味ないか、これだと。これはここ。まずは、これで、チュートリアルでやったのは、10歩動かす。おいおいおい。ああ、リセットしとこう。あれ？動かない。なんで？こら。他のが来ちゃってるから、いじったからかな。まあ、いいや。じゃあずっと10、これでやっちゃおう。あ、もう角度45度にしてあるから、あ、消えちゃった。どっかあの世に行ってしまった。しょうがないな。あ、じゃあ最初クリックすると、X、これやろう。これやっとこう。0。0。で、クリックすれば戻ってくるから。おお、ちょっと。跳ねないから。で、角度45度もついちゃってたんだね。これ45度なしだと、これ戻せないかな？終わりにできないのかな？あ、もう45度なってる。だとすると、これだな。これで跳ね返るようになった。うざいんで、もう一回90度にしとこうよ。そうすると、さっきのチュートリアルのバウンスするやつができました。で、あのお姉さんはここで45度にして、でこれピンポンのまず元だったんだろうね。俺がいたずらしたのは、この色をこの背景につけたんだよね。背景の、これめんどくさいんだ。エディットにすると3ができちゃうんで、3を振っててスター。これ2つ目のやつ選んだやつで、ここにこの色を塗ったの。ペイントで。で、塗るとですね、この色がついて、それで、まあ、こういう枠をつけといたのね。なんでつけたかって。なんとなく、弾んだ時に、この、鳴らしたか、あ、鳴ってくれないよ。なるなる、そのうちなるから。これで、この端っこに、この色のとこに当たると、
ポン。ちょっとね、いっぱいつけすぎたかな、みたいな。まあでも、弾んでる時の雰囲気が出るので、これこれでいいのかな。はい、続きはまた後でやりますわ。出かけなきゃいけない。うん。チュートリアルがあるんで、いいな、みたいな。これかな？あ、これ2個、2個入ってんじゃない？バックグラウンドに行ってんじゃないかと思うんだよな。あ、これ違う。キャプチャーしたやつだ。You can use scratch to make a paw on game. Bounce a ball. Or something else.Or something else. And score points to win. And score points, なんだろう to win. First, let's pick a backdrop. I'll pick this one. I pick this one. Let's choose an object to bounce around. Let's choose an object to bounce around. Ball. We can make the ball move with this block. ということで、このチュートリアル見ながら、この後ピンポンゲームを作るけど、ちょっとずつ変な感じにしようかな。そう、音楽足したいよね、まずね。BGM をつけとこうかな。ということで、続きは後でやろう。もう出かけなきゃ。